皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンを押してください。また、まだの方はチャンネル登録、ベルマークもお願いいたします。毎日見てください。必ず力になりますから。本日7月7日日曜日、孤独は恵みという題でお話をいたします。 耐えがたい苦しみの一つ、それが孤独でではないでしょうか。孤独の苦しみとは文字通り一人きりということもありますけれど人々の中にいるけれどコミュニケーションが持てない状態も孤独と表すことができると思います自殺をする人の統計を見てみると一人暮らしの人よりもむしろ家族と一緒に暮らしている人の方が多いくらいだそうです コミュニケーションが取れないで苦しむと、過去を懐かしみ、ああ、昔はよかったのにな、過去の栄光を思い出して自分を慰め、現実から目を背けます、自己満足にすぎません。孤独の苦しみを乗り越えるためには、孤独を恵みとして受け入れることが大切です。人は孤独になった時に、自分の仮面の下にある本当の自分と向き合うことができるものです。 その耐え難い孤独の苦しみと向き合うときに自分を超えた存在を知りその方に目を向けることができます孤独は神と出会い神との関係を深めるチャンスなのですどうぞ人は誰でも少なからず孤独を感じているものですからその孤独の中で神と出会いまた神を通して人間性を深められ 人間関係を深めていく、そういうツールとして、恵みとして受け取ってみてください。まずは、恵みとして受け入れること、そこから一歩、新しい歩みが始まるのではないでしょうか。孤独を味わったとき、だからこそ神を求め、また神と一体になる、そういうことが経験できます。その孤独を共有し合いながら、 その向こう側にある世界を一緒に生きていきましょう神はあなたに孤独を通してより良きものを与えたいと願っています一言祈ります天のお父様孤独を感じるてる方々に神の慰めと助けがありますようにイエス様の皆で感謝してお祈りをいたしますアメン最後までお聴きくださりありがとうございますまた次の動画でお会いいたしましょうその時までごきげんようさよなら